一代表の石井浩二です。ライフスタイルをデザインするというコンセプトで開発しているサロンなんですけども、トータルでヘアからボディのスキンケアまで、でこのボディもお一人お一人の需要に合わせて全て施術を変えていきます。1は五感をテーマにしてますので、唯一味覚というものがサロンでお出しできるハーブティーであったりとか、そこで止まってしまっていた和菓子の開発思いついたんですね。茶寮をオープンしたんですね。安心安全健康の上に美容が成り立つという考え方で、エビデンスが取れているメニューを中心に自己でプロダクツの開発の方もしております。空間中のいわゆる浮遊のウイルスであったり付着物に関しても効果があるというデータが出てますから、今回キララエアーを導入することによってよりその信頼度が上がっている。位置はここまで徹底してやるんだなっていうところがお客様からのお話がすごく出るんですね。ここに来るとなんかこう解読されてる気がするみたいな。ここは本当五感という意味では一つクリアしたんじゃないかなと思ってます。時代に新しい空気をメイクニューエアー。